小さな白い箱の中にはとっても働き者の4人の姉妹がおりました。彼女たちは絵柄や文字を忠実に描く仕事をしています。この小さな箱の外では毎日一人のおじさんが仕事を依頼してきました。繊細に再現する姉妹の仕事におじさんは大満足。姉妹がブラシを走らせると美しい色彩が広がり、色が重なるごとに様々な表情を見せます。ある日のこと、おじさんがぱったりと来なくなりました。季節が巡り、久しぶりに仕事の依頼が来ました。小さな女の子からです。それはおじいちゃんへ長い間お仕事お疲れ様でしたというメッセージカードでした。姉妹はそれを心を込めて描きました。ブラザー。